はい、ということですね、今回はギター紹介シリーズ、ギター初心者の方にですね、どんなギターを選んだら良いかとこですね、私のギターを紹介させていただきます中で、今回はエピフォンのカジノシリーズですねをご紹介いたします。まあこれカジノっていうのはですね、まあ、こういうギターなんですけども、エピフォンですね。まあ何がいいかっていうと、私の場合はまあジョン・レノン使ってたからだけです。まあね、憧れみたいなのもありますしね、あとビートルズ使ってましたね。まあジョン・レノンビートルズですけど、ビートルズ自体にね、結構ジョージ・ハリスンとジョン・レノン、いやおかしい、ジョージ・ハリスンとジョン・レノンね、2人使ってましたよね。ポールもね使ってました、中期ぐらいからね使い始めて、もともとはねサンバスだったのを、ジョンはねここを塗装剥がして削って、こういうナチュラルの色にしたとかね、いろいろ小話はございますけれども、カジノどうでしょうかね。これはまあ構造としましては、一言で言うとフルアコースティックギターになります。非常に分かりにくいんですけども、また別の動画でもね紹介しております、 ES335 というセミアコースティックギターと比べて、同じく F ホール中が空洞なんですけれども、この中の部分がですね、335の場合は埋められていたんですけども、カジノの場合はここが空いてるので、ここのホールとここのホールがくっついて空いてつながってます。ですのでフルアコースティックギターと呼ばれます。だから結構ね空洞の部分の面積割合が多いということですね。セミアコースティックギターの場合はここは埋まってるので、空洞の部分のその容積割合はですね少ないんですね。フルなのでよりその音がね共鳴反響しやすいということですね。生音の方をね聞いてもらいます。これねアンプにつないでないです。とね、生音でも結構大きい音が出ますね。つまりここ音が鳴って、この中も部分の空間も共鳴して音が鳴っているので、音がですね大きいです。僕のですね他の動画と同じ今状況ですね、音を取っているので、ぜひね音量とか比べてみてください。結構ね音量大きいと思います。ね、でね結構音も大きい。そしてこれもですね335の時と同じように3点のピックアップになってます。ちゃんと1,2,3,1 の場合はフロントピックアップのみ、そして一番奥にするとこのリアピックアップのみで、真ん中にするとフロントとリアピックアップの中間の音、両方をね一緒に取った音となってます。まあ、カジノのねサウンドで何がまあ一番ですね非常に大きな割合を占めるかというと、まず当然フルアコースティックギターになっているので、このボディがね響くのも大きいですし、ここの部分335シリーズの時のちょっとギターと比べてもらうと分かると思うんですけども、まあ同じような感じなんですけども、このなんかネジみたいなとこありますね、6つ、これ1つなんですよね。これカバーがしてあるんですけども、実はここはシングルコイルのピックアップが2つついてるんです。最初始められる方は分かりにくいんですけども、通常この大きさであればシングルコイルが2つついたハムバッカーがついてるはずなんですよね、この大きさであれば。でもこのギターの場合はシングルコイルピックアップが2つついてます。これ結構ね珍しいタイプですね。通常この2つだけのピックアップの場合はハムバッキングタイプがついてることが多いです。でもこれはカバーは大きいけれども、中開けるとシングルコイルのピックアップが2つあるだけなんですよね。シングルコイルのピックアップというのはこのストラトとかに使われた細長いやつなんですよね。それによって結構音がね違います。これはですね他の動画もあるんですけども、ちょっと比べてみていただければ、結構ね始めたての方や始めてない方でもね分かるぐらい結構大きなサウンドの違いあります。まずねこのフロントピックアップだけ聞いてみますね。これボリューム上げていきます。
やっぱりこっちのフロントピックアップの場合はこの原振動のちょっと真ん中部分ぐらいにあって、こっちのねネック側で撮ってるのでマイクですね、ちょっとあったかい音になります。でも335とかのフロントピックアップに比べるとちょっと音は細い感じがします。どうでしょうか。ちょうどいいぐらいのなんか細さというかですね、音の厚さが使いやすいですね。そしてこれを一番下に下げるとリアピックアップだけになります。とね、ちょっとまあカラッともしてるんだけども、なんていうんですかね、結構ね不思議な音をですね、私の感じから見ると普通ハンバッキングが乗ってるのにシングルコイルなのでちょっと細いんですよ音が。でもフルアコースティックギターなので、そのアコースティックギターっぽいちょっとボディの共鳴が出るので細くはないですね。独特のなんか音が出るギターではありますね、こちらカジノというのは。フロントでやるとこっちだけでやるとちょっと低音が強く出ちゃいますね。こっちだけでやるとこれです。そして中このセンターにするとリアとフロントのハーフトーンが出ます。比べないと分かりにくいですね。フロントだけにします。リアハーフ、まあこれまたどっちにともなんかいいとこ取り、迷ったらハーフトーン使ってれば結構間違いはないと思います。僕その現場とかで使うとこのフロントピックアップだけだと結構ね結構低域が出ちゃうので、バンドアンサンブルの中だとちょっとですね濁っちゃう、ベースとかですねバストラとかキーボードの弾く部分とかとなんか混じっちゃう、あとボーカルの人もちょっとモニターしにくいだろうなみたいな雰囲気は、まあアンプの設定にもよるんですけどね、ちょっと出しやすいかなとはいう注意点はいつも持ってます。それに比べてこのハーフトーン両方で取った場合ですと、そんなに低域も出すぎないで、しかもアコースティックギターのなんかいいとこも出てるので使いやすいなと思います。リアピックアップもあんま変わんないですね。リアピックアップだけハーフ、ハーフ、リア、ハーフトーン、リア、そうですね、エレキっぽい音がやっぱりリアは出ますよね。ハーフもねすごい使いやすい印象を持っています、カジノにしたらですね、まあ、リアもエフェクトとかかければですね使いやすいですね。このようにカジノもですねまたいろんな音色でも僕の中で他のギターほどそんなに変わんないような感じはします。そして特殊な感じはしますね。シングルピックアップとシングルコイルピックアップがついてて中が空洞なのでちょっとね面白い音がするなと思います。このボディのカラッとした感じと、このシングルコイルピックアップのなんかこっちもまたカラッとしたちょっといい感じの細さがですね、太くなりすぎない小雪の出方とか、小雪もなんかちょっと丸まった感じがして、やっぱあんまりキラキラとしないんですよね。このやっぱりアコースティックギターっぽい構造も手伝っていると思うんですけど、だから最初に買うギターとしては他のギターほどおすすめではないです。ですが
前も言ったように見た目が気に入ってね、あとビートルズ大好きであればこれは結構買いですよね。でもデメリットとしてはフルアコースティックギターなので結構ハウリングが起こりやすいです。このやっぱ空洞になってるのでここに音が入って共鳴して回って回ってキンキンキンみたいになるのがですね、結構ですねフルアコースティックギターは難しいです。特にアンプをですね歪ませたりすると、歪ますってちょっと分かりにくいと思うんですけども、こういうことですね。今普通の状態です。歪ませていくと、ね、全く同じだってことで、ちょっと待ってくださいね。これが普通の状態。歪ませると、今家の中でですね、家のこのスタジオで弾いてるからいいんですけども、リハーサルとかでこういう歪ませた音でいくと確実に羽織ります。この F ホールを塞ぐかなんかしないとですね、すごい羽織ります、このギターは。ですので最初に手にするギターとしてはちょっと難しいギターとなりますね。扱いが難しいので、まあ扱いが難しいっていうのは羽織りやすいってことですね。でもこのネックの感じとかですね、結構小さいので押さえやすいです。ミディアムゲージなのかな、小さい感じがします。あと弦と弦の幅もですね結構ですね狭いので、手の小さい人には非常に押さえやすいのかなと思うんですけども、フルアコースティックギター、あと前に紹介しました335のセミアコースティックギターはちょっとハウリングとかの面で気をつけなければいけないことが多いので、特にね初心者の方だともっとそれ以上に気をつけなければいけない、なんか曲の注意とかですね、曲のなんかイントロどうやっていくのかなみたいなとかね、もっと集中しなきゃいけないところがあるのにもかかわらず、フルアコとかだとまたハウったりアンプの設定も難しかったりするので慣れてないですからね、ちょっと難しい部分もあると思います。ですので慣れてきたらにした方が僕はいいと思います。ただビートルズとかね好きで、まあ、見た目も好きであればね、最初に選んでみるのも全然悪くはないと思いますし、先輩とかいればね教えてくれると思いますし、うん、ね、生音も大きいですね、鳴りもいいですので、まあ生音が大きいってことはちょっと家で練習したりすると、まあ音量ちょっと大きい気にはなります。でも普通のアコースティックギターほどではないので、あんまりね壁薄いところ以外では大丈夫だとは思いますけど、まあこのようにフルアコースティックギター、こちらのエピフォンのカジノっていうのはですね、まあ僕まあ憧れがあるので、ジョン・レノン好きだからこれね買ってみたという、あとビートルズ好きなおじさんたちにねちょっと人気が出るぞみたいな、まあ、おじさんに人気が出てもどうしようもないなんてあれなんですけどもね、あれなんですけども、それ持ってね買ってみました。そういうなんか誰かが使ったから使ってみるっていうのもねすごくいいことだと思います。それによってねいろいろ気づくこともあると思いますので、メリットデメリット必ずギターの種類によってありますので、それを含めてですね楽しんでいただければ、学んでいただければいいなと思います。そんなねこちらエピフォンのカジノシリーズですね、ご紹介をお届けいたしました。こちらいいかな。